保存される高速走行実験鉄道車両ターボジェットトレインは動力としてジェットエンジンを使用する鉄道車両。非電化区間の高速化に有効であると考えられ、アメリカやソビエト等で実験されたものの、いずれも実用化には至らなかった。1960年代初頭には粘着限界により、鉄道車両の速度は時速 300km が限界であると、 考えられていた。非電化区間の多いアメリカ合衆国やソビエトで開発が進められた。ジェットエンジンを備える箇所は屋根あるいは側面に限られるため車両限界を逸脱してしまうため、トロリー線のある電化区間での走行は困難で非電化区間に限られる。ニューヨークセントラル鉄道では1966年夏に既存の機動車を改造してゼネラルエレクトリック車製 J47 から19ターボジェットエンジンを装備した M-497 が製造され、時速 296km の速度記録を樹立した。これは40年以上経つ2019年現在に至るまでアメリカ合衆国内において一般の線路で出した速度としては最高速度記録を保持している。1970年に ER22 に約マイナス40旅客機で使用される EU チェンコ AI-25 エンジンを搭載した高速走行実験鉄道車両が開発され実験が進められた。当時二十ミ5 2 0 m m での最高速度である時速 249km に到達した。長らく車両は放置されていたが2008年解体され前頭部のみがモニュメントとして保存されている。 フランスでは空気浮上式鉄道であるアエロトランの開発が進められた。1974年3月5日に空気浮上式鉄道での世界記録である時速 417.6km、瞬間最高速度時速 430.4km の記録を樹立した。ありがとうございます。